日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目でお送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日のいちごは飛んで火にいる夏の虫という言葉です。皆さんはキャンプなどで夜に外で過ごしたという経験はありますか？夜になって明かりをつけるとやたらと虫が寄ってきますよね。 キャンプに行ったことがない人も、道に立っている街灯に、ガなどが集まってきているのを見たことがあると思います。そんな様子を見ても、虫が平気な人はあまり気にしないと思いますが、私の場合は虫が得意ではないので、ちょっとびっくりしてしまいます。なぜ光に虫が集まるのかということには、 まだ明確な答えは出ていないらしいのですが、ある説によれば、虫には光を感じて、光と一定の角度を保ちながら飛ぶ、という習性があるそうなんです。光を目印にしている、というわけですね。ところで、今日のイチゴの、飛んで火にいる夏の虫も、まさにそんな風に、 光に引き寄せられてやってきた虫のことを言っています。夏には虫が特にたくさんいますよね。そんな夜に光だと思って近寄ってきた虫が、火のそばに来てあまりに暑いので死んでしまう。そんな様子を言っています。このことから、自分から危ないものや場所に近寄っていく人のことを、この言葉で言い表すようになりました。 例えば不機嫌な上司に今話しかけようものならどうなることか結果は見えている飛んで火にいる夏の虫というわけだ昨晩遅く我が社の倉庫で泥棒が逮捕された監視カメラだってあるしセンサーもついている警備員もいて防犯対策はバッチリといったところへ入ってきたのだから 飛んで日にいる夏の虫だとしか言いようがないというように使います。皆さんにも今思えばあれは飛んで日にいる夏の虫だったなという失敗はありますか練習がてらまたぜひ文を作ってみてくださいね。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。 またね。